ウォーク・ザ・ムーンはアメリカ合衆国をイオ州シンシナティに拠点を置き、2006年から活動するロックバンド。バンド名はポリスのウォーキング・オン・ザ・ムーンから付けられた。フロントマン、キーボーディストのニコラス・ペトリッカ、ギタリストのイーライ・メイマン、ベーシストのケビン・レイ、ドラマーのショーン・ワーガマンの4人組。ニコラス・ペトリッカにより2006年にシンシナティにと結成。 ポリスの Walking on the Moon にヒントを得てバンドを命名する。2010年11月にインディーズデビューでセルフリリースアルバム I Want Want を発表。リードシングルのアナさんエスクアイアの記事すべての人が聴くべき30の夏の歌に掲載されると注目を集め MTV とセブンティーンマグのソング・オブ・ザ・サマー、アマゾン Amazon の今年のベストソングの一つに選ばれた。 翌2011年2月には、ゲームマネージメントと契約を結ぶとともに、ソニーミュージックエンタテイメント参加の RCA レコードより、2012年6月、アルバム、Walk the Moon で、メジャーデビューを果たす。2014年11月には、メジャーデビュー2作目となる、Talking is Hard を発表。それに先駆けて、同年9月にシングル、 シャット、アップダンスを先行リリース。80年代のヒット色の恋、この曲は、ビルボードホット100のトップ10にランクイン。これは、彼らにとって、初のヒットとなる。また、トーキング・イズ・ハードもビルボードトップ200の14位にランクインし、ゴールドディスクを獲得している。2017年11月には、メジャーデビュー3作目となる、ホワット・イ・フ・ナッシングを発表。 先行シングルとして、ワンフットをリリース。ビルボードホット100の65位にランクインするとともに、ホワット・イフ・ナッシングもビルボードトップ200の40位にランクイン。また2018年には、サマーソニック2018にも出演、3年ぶりの来日公演を果たした。左から、ケビン・レイ、ショー・ム・ワーガマン、ニコラス・ペトリカ、イーライ・マイマンツアーメンバーインヨーエラー。 アッパーアルファーという名前のグループのレフタグがありますが、対応するレフレンスグループイコールアッパーアルファータグが見つかりません。ありがとうございます。